ママトーク編です。いってまいりますお願いします。お互いね、あの2人の子供を持つ母なんですね、うんうん。私は上の子がまあ4月から小学3年生の男の子と、ね、あと2人目ちゃんは女の子娘なんですけれども、春からは幼稚園に年少さんに上がりまして、うん、もうイヤイヤ期を超えたかと思いきや、あと引きずりながらイヤイヤ期がちょっと残ってる感じで、ね、なかなか終わんないんだねって今すごい思ってる。今はそんな年でございます。そしてこちらのお子様がご紹介いただき、はい、2人姉妹でして、上の子が来月3歳になります。はい、で下が去年の秋に生まれまして、まだ4ヶ月でございます。4ヶ月じゃんか、はい、いや今ちなみに収録中ははい、パパが見てくれてます。パパありがとうございます。ありがとうございます。楽しくおしゃべりさせていただいて、久しぶりに、わー久しぶりに、まあ、こんなことがないとなかなかパパに2人預けて外に出るってなかなかないので、ありがたいですのお子さんを持ってるダンサーさんということでね、聞いていきたいと思います。ではですね、こう妊娠中なんですけれども、はい、これをやっとけばよかったなって振り返って、マタニティ期ですね。思うことありますか？一人目を経て、二人目はだからいろいろと やれた感じなんだけど、腹式呼吸の練習ですね。お産？あ、お産の練習。そう。で、友達からソフロロジーって聞いたことある？聞いたことあるけどわからない。ソフロロジーっていうのを、まあ呼吸法なんだけど、毎日その音楽を聴きながら、あの深呼吸して、あのお産のイメージをしてって、まあ、イメトレ、お産のイメトレ。そんなのがあるんですね。そう、をいいよっていうのを聞いて、一人目の時にももうすでにそれは耳にはしてたんだけど、ちゃんとなんかこう、トレーニングとしてはやれてなくて、で2人目の時は本当はなんかもう割と早い段階、妊娠初期からやっとくといいらしいんだけど、私は最後に3ヶ月かな、毎晩その音楽を聴きながらイメトレと腹式呼吸、深呼吸の練習をするっていうのをやってました。あ、なるほど。お産した時に私助産師さんとかに言われたのは、あのダンサーの方ってこうその呼吸法とか、今息んでとか今止めてっていうのが上手な人が多いんですよとは言われたんですよ。そうだと思う。そうなんだみたいな。ダンサーもその一瞬でその振り付けを覚えたりとか、もう立ち位置とかポジションをすごいすぐ確認したりとか、結構頭使って体使ってがすごい日々使ってるじゃないですか、頭と体。だからそれの瞬発力みたいなものがやっぱダンサーさんはいいらしくて、イメトレもね、もしかしたらそのお産する時の手前のイメトレも、実は得意の中のダンサーとしてのこう能力の一つかもしれないですね。役立ちましたか？役立ちました。でもね、1人目と2人目とお産のこう楽さっていうかが全然違って、でもそれが何が要因だったのかわからない、2人目だからなのか、そのイメトレと呼吸の練習をしてたからなのか、病院も違う病院で産んだから、多分そのお産への導き方も若干ちょっと違ったりとかしたから、それが違ったのか、まあ、何が要因なのかわからないけど、2人目はとにかくやっぱ全然楽だった、そうなんです、ね、っていうのもある、まあ、でもあとは、まあ、ピラティスずっと続けてたから、あ、そっか、2人目の時には結構早い段階で切迫早産気味ってちょっと言われて、 でも気味ぐらい、そんな別にあの気負いをするあれじゃないけど、ちょっとできれば安静にしてねみたいに言われてしまったので、そこで、まあ、どうしようって迷ったんだけど、動くのをちょっと一旦やめたんですよね。一応医師が大丈夫ですっていう場合じゃないと、あのトレーニングはやっぱりなるべくやらない方がいいっていうのがあるから、そうだからレッスン通ったりはちょっとしないで、早めに里帰りしたりっていうのもあったから。里帰り出産っていうのは1人目2人目どっちもですか？両方とも千葉の方に、うん、あ、そうなんですね。 それをもう選んだのは理由ありますか？あ、なんかもうそういうもんだと思ってたってことじゃないですか。近いですね。そう、姉が3人産んでて。あ、そうなんですね。姉が3人とも里帰りに産んでたから、なんかもうそういうもんなんだみたいな感じだった、初めから。モデルがいらっしゃったんですね。そう、うちの両親にとっては4人目5人目のままなので。あ、ベテラン。そう、姉が3人里帰りだから、その孫経験が、そう
産前産後の1ヶ月間はどう過ごしているっていうのはもうおじいちゃんおばあちゃんが分かってるんで、あーありがたいですね、もうその元に私もこう東京にこう住んでたので、うん、どこで産もうかなあれだったんですけど、うん、もう1人目の里帰りは本当に天国のように楽だったので、産後がねやっぱり里帰りしてよかったなって、2人目の時はさすがにお兄ちゃんの予定もあったので里帰りができなかったんですけど、都内でもう自分で頑張るしかなかったんですけど、やっぱり里帰りができるタイミングのお産の時はした方が楽ですね、その周りのケアを家族ができるのであれば、まあ、ただそう今回切迫早産気味って言われちゃって、はいはい、予定より2ヶ月早く帰ったのね、4ヶ月半帰ってた、だから4ヶ月半パパは一人暮らしだったからそれはかわいそうだなって思った、寂しいで上の子もパパ大好きだから、あそっか、そう上の子がね、ずっと会えないのがかわいそうだなと思って、でちょうど去年の夏頃コロナもあれで、はい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 、だからちょこちょこ来るよって言ってたんだけど、やめといた方がいいかもねってなって、私もねその会長さんにねずっと出てほしかったんです、このダンサータイプに、うん、いつお呼びしようかっていうのを時期を見計らってたんですよ、まだマニックさんだなと思って生まれてから呼んだ方がやっぱり安心かなと思っていろいろ時期を考えてお声掛けさせてもらったと思うので、うん、お疲れ様でございます、お疲れ様でございます本当に疲れるんです出産エピソード聞きたいんですけど、まあ、特に多分みんな大変なのかな、まあ、初めてだしっていうの、うん、1人目がね、うん、なかなかみんなこうドキドキ大変なことがあると思うんですけど、超安産でした、あれそうなのよ、どうでしたか、ね、なぎちゃんですね、はい、病院着いてね 3,4 時間で出てきたからね、本当にそう、しかも朝今日なんかいつまでお腹痛いかなぐらいな感じで、そこから何時間が経ってきて、あれなんかさっきからお腹なんか痛いって思うなみたいな感じ、な波ある気がすると思って時計見てたらすでにもう5分おきなのその痛みが来るのが、そう1人目の時って陣痛が10分おきになったら病院に電話してくださいって言われるじゃないですか、そうです、そう、それがすでにもう5分おきで、でも弱いよ、すっごい、そうなんだ、ずーとかじゃなくてめちゃめちゃ弱い、これが陣痛なのかみたいな感じの痛みが、でもすでにぴったり5分の感覚で来てて、おこれ電話してみた方がいいのかなと思って電話して、で、まだ弱いんだったらあれだけどって言って、じゃあちょっとまた1時間後ぐらいに電話しますって言って、あ、明らかにさっきより強くなってるなって思ってやっぱり陣痛っぽいですってじゃあ来てくださいって言われて病院着いて、そっから3時間後ぐらいに出てきた、3、4時間、そうどん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 陣痛が来るたびに大きくなって自然分娩、自然分娩です、どうでしたか経験してみて、ねえあれなんて言ったらいいのこんなに痛いことあるって痛いですなんかもう説明のできない痛みですよね、私もめちゃめちゃ叫んじゃうタイプで、すっごいうるさいと産んだ後、そう1人目の時はちょっとね出血が多すぎて、出血多すぎてで、分娩台でね、産んだ後2時間ぐらいで寝てるんですよね、2時間ぐらい寝てて、じゃあ起き上がってみましょうか、ちょっと出血多かったんで大丈夫かな、クラクラしませんかとか言いながら起き上がってみて、よいしょで、そのまま一旦気失いかけて、加藤さん、加藤さんみたいな感じで目開けますみたいな言われて、はっって開けたら、よかったみたいな感じで、そこから点滴打って、まあでも輸血したりすることじゃなかったけど、一瞬貧血にはなった、いやーもうなんか余裕そうに話してますけど、なかなか生まれるまでは身長は別に貧血とかもなく、まだ何で出血が多かったのか分かんないけど、2人目の時は正常だったから、2人目の時はどうだったんですか、もう自然分娩、もう自然分娩です、でもちょっと産院が違う産院にして、だから割と1人目の時と同じようにって思ってたんだけど、普通に検診38週の検診の時に、はい、あもう子宮口も開き始めてるし今週中に陣痛来るかもねとか言われて、あそうですかってそのまま帰ろうとしたんだけど、1人目の時どうだったおさんみたいな、であの結構早くスマンとまるで計算分みたいって言われましたから、そしたらもう本当にまれにだけど
そう早く生まれるタイプの人は陣痛来てから病院着くまで間に合わないとかっていうこともなくはないし、まあ自然な陣痛待ってるとね夜中かもしれないしもう大変だろうからもう明日入院して産んじゃえばみたいに言われてそういう選択肢あるんだと思って、まあ、でもちょっと出てくるタイミングは本人に任せたいというかそのこの人の誕生日をこの人に決めてほしいみたいなのがちょっとあったんだけど計画的すぎる。そう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 。でもまあなんかちゃんと体制を構えて陣痛が来るっていう方が赤ちゃんの負担も少ないよみたいに言われて、じゃあそうしますって言って検診の次の日に入院して促進剤を打ってその日の夜中に生まれたって。おなるほど早い。そう、でまたその時は上の子ちゃんはまだ小さいですけど、うん、おじいちゃんおばあちゃんにずっと見ていただいて、コロナだったので入院中の面会もなしだったんだけど、 すごいよ2人目そのね陣痛が来るまではすごい時間がかかったんですよ、はいはいはい、入院してでもね入院して最初もう結構すぐに陣痛起こったんだけど、やっぱり波があって促進剤でね、点滴を打って陣痛を起こしてるんですけど、でなかなか生まれないな、なかなか来ないな、本格的な陣痛がって感じで、その日一日別に辛くうーんとかじゃない、なんかお腹張ってるけどみたいなのがずっと続いて、夜中になって夜中に破水したの。そしたら一気に陣痛がうーってきて、でもそっから40分で割れちゃった。すごくない？本格的なもう無理みたいな陣痛、マジで15分か20分しかなかったと。でしかも最後もまだ行きまない、まだ行きまないって言われて、もう無理、はい、行けていいよ、はぁの一呼吸で出てきたからね。すごくない？強いな、体。だってね、その、まあでも15分、40分でも痛かったでしょ。痛いよ。それをね、だって2日丸々経験する人とかもいるわけじゃない。そう、だから。こんなにあったんだよ、こんなに辛いのに十何時間とかいる人本当に辛いなって本当に思う、ね、どれだけ女性って我慢強いんだって思いますね。あれ何時間とか無理だもん。2人目はじゃあもうさそんな叫んだよ。叫んだそうです。叫ぶんだよ、叫んじゃうんだよ、声出ちゃうんだよ。もう賑やかな出産ですね。そしたらそうそう、ね、なんか入院中に授乳の教えてくれるんですよね。助産師さんが授乳の仕方とか教えてくれる。そのあれが同じになったママに、いつ産んだんですかとかちょっと喋っててとか言った、何日何時頃ですかねって、あ、多分隣の分娩室にいましたって、すっごい叫んでらっしゃらせてくれて、ごめんなさい、うるさかったですよねって。聞こえてるのよ。やめてあげてよ。すいませんと、でも叫ばずにはいられなかった。今度は育児のお話をちょっと聞いていきたいんですけど、はいはい、まあね、今2人もちっちゃいお子さんも育てられてると思いますけど、はい、どうですか、育児始まってみて、イメージと違ったと か、 なんかイメージ通りに大変。どうなんですか、出産されるまではすごい大きなステージにね、たくさん出てたじゃないですか、うん、はい、斉藤さんの中でいつかでもその子供を持とうっていう、あ、そういうこう理想というかこうイメージ、別になかった。あ、なかったね、うん、絶対子供欲しいとかも別になかったし、結婚願望も別になかったし、自然の成り行きで、そう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 、自然の成り行きってなんだよって感じだけど、本当にそうです。すごい結婚したいとか絶対子供欲しいとかも別になかった。だけど、まあ、実際にもお子さんがこう生まれて出てきて、新生児育児かな、うんうん、どうでしたか、一人目ちゃん、二人目ちゃん、どうだったっけね。短いね、期間なんですよね、新生児の。そうですね、もう思い出せないんだけどっていう感じ、今のね、もうちょっと落ち着いたら思い出すのかな。4ヶ月、下の子4ヶ月経ってると新生児のあのふにゃふにゃ感はもうないですよね。そうですね、結構しっかりしてきた。なんかいろいろ調べたり読んだりしました？うん、全然してなくて、さやかちゃんが勧めてくれた本を、あ、覚えてる？あれ？ハッピーそうだっけ？そう。去年のね、ちょうどそのインスタライブをやってた、毎日インスタライブをやってたんですよ、ピラティスもね。やってましたね。そう。で、その中でまあちょこっとこう、コメント読んでトークしたりとかもしてたんだけど、
その時に子育ての話、何の話してたんだろう、もう全然英語できないわみたいな感じのこと言ったのかな。そしたらこの本おすすめですよってコメントでさやかちゃんが言ってくれたんだよね。そう、なんか私結構育児本を買うようになってたので、ハッピー子その0歳から3歳までのハッピー子育てと、うん、まあ、それの続編で3歳から6歳あるんですけど、あの説明した概要欄にじゃあそのあのリンクを貼ってます。もうね、その本にめちゃめちゃ救われた。本当いや本当にあるあるが書いてあるじゃん。あの本よかったら読んでみてください。本当におすすめです。ママになる方皆さん読んでください。本当にでね、育児本もその合う合わないがあると思うので、まあ、もう漫画みたいな子育てもいっぱいあるのでよかったら探してみて、いっぱい読むとさ余計分かんなくならない。あ、そうですね、合うものを、ね、探すのが大変かもしれないですね。ハッピー子育ては多分私たちにはちょっとハマった本だったかもしれないですね。勧めていただいて速攻その日にかもうアマゾンでプロジェクトしてすぐ買ってくださった。そう、優しい。めちゃめちゃね助けられてます、あの本に。じゃあそういう本とかはそなんかいろんな雑誌とかサイトとかもあるけど、その本を読んでくださったの、うん、そうそう。すいません、なんか、まあ、でもインスタとかで最近あるじゃん、こうママに向けたちょっとアドバイスをくれる、あ、なんかまとめてくれてる、そう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 ね、ありがとうございますね。そう、うんうん、とかに私も登録してます、ママさん助けられてます。まあやっぱうち姉がね3人産んでるんで、それを見てきたのは大きいかな。今日はここまで、次回も見てな、ほな。